ショーン・レノン、ショーン・タロー・オノ・レノン、シーン・タロー、オノ・レノン、日本名、オノ・タロー。1975年10月9日隊は、アメリカ生まれのミュージシャン、ジョン・レノンの次男。母は、前衛芸術家の、オノ・ヨーコ。チボ・マットのサポートメンバーとして1990年代、後半に活動し、2006年までにソロアルバムを3枚、ミニアルバムを1枚発売している。 父親がイギリス人で、母親が日本人のハーフ。ジョン・レノン、小野洋子夫妻の結婚6年後にして、初めて誕生した息子。誕生日は、父と同じ10月9日である。母方の曽祖,祖父に、元日本工業銀行総裁の小野栄次郎と、実業家の安田善三郎がいる。高祖父は、元上島半々氏、実業家の伊藤忠和と、 安田財閥の創業者である安田善二郎。コロンビア大学を一年半で中退。名付け親は、別居したジョンとヨーコの寄りを戻すきっかけを作ってくれたエルトン・ジョンで、ジョン・レノンの民族的ルーツであるアイルランドでのジョンに相当する最もポピュラーな男子名ということで、ショーンを提案したという。ミドルネームのタローはジョンから、 何か日本語の名前を付けてくれと頼まれた陽子により、ジョンに相当す、日本語のポピュラーな男子名が、太郎だということで名付けられた。ショーンが生まれて間もない頃、ジョンは、絶え間のないレコード制作に迫役していたようで、その後所属レコード会社との契約が切れると、どこのレーベルとも契約を交わすことなく音楽堂を停止している。その後ジョンは、主婦。 ハウスハズバンドとなり、幼いショーンを育てることに没頭したと言われているが、実際のところどのような生活を送っていたかについては、未だに明らかにさていないことも多く、この時期については、謎も残っている。1977年以降は、一家で、日本の軽井沢にある小野家の別荘や、上宿の満平ホテルに長期間滞在し、主に旧、軽井沢やリーザン 喫茶店でショーンを連れて歩くジョンの姿は、現地で多く目撃されている。1980年12月8日、日本時間9日、ジョンが殺害される。この事件以降の数年間について、陽子は、自らのアルバムのライナーノーツの中で、1981年から1983年に、かけての私と、ショーン、まるで雪原の中に二人して立っているような思いだった。 と記している。また、父、ジョン・レノンが殺されたと、母、小野洋子から聞かされると、その場では、気丈に、ママは、綺麗だからきっとまた、良い人と巡り会えるよと言ったが、やはり父を亡くした悲しみとショックは大きかったようで、ベッド上で号泣していたという。1984年に発表された、父、ジョンやエルビス・コステロなどにより洋子の楽曲をカバーしたものを、 集めたコンピレーションアルバムエブディーマンハズエーウーマンジョンと洋子仲間たちで初めてレコードデビュー。1986年にエルビス・プレスリーがロックの殿堂入りした際には受賞式にイボアニのジュリアン・レノン、ジョンが前妻との間に設けた長男と共にプレゼンターを務めた。1988年にビートルズがロックの殿堂入りした際には ビートルズのジョージ・ハリスンと、リンゴスター、ジュリアン・レノンなどと共に、その受賞パーティーに姿を見せた。また、同年公開のジョンの電気映画、イマジン・ジョン、レノン、マイケル・ジャクソンの主演映画、ムーン・ウォーカーなどにも出演し、話題を呼んだ。ジョンが亡くなってから10年後の1990年には、ヨーコや佐野元春などによる、企画版、ハッピーバースデー、ジョンに参加。 1991年にリリースされたレニー・クラビッツのアルバムマセットではオール・アイ・エバー・ウォンテッドを共作しレコーディングにもゲスト参加した。1992年にはジョンがショーに捧げたビューティフル・ボーイが CF ングとして流れる資生堂の CM に出演している。1994年にジョンがソロアーティストとして殿堂入りを果たした際にも ポール・マッカートニーと共に母子揃って受賞式に出席している。1990年代中盤からは音楽家としての活動を本格的に指導。母、陽子のアルバム、ライジング、1995年発表では、バックバンド、今として演奏面でも全面的にサポート。また、チボマットのサポートメンバーとしても活躍した。1998年には、 ビースティ・ボーイズが主催していたグランドロイヤルレコードから初のソロアルバムイントゥ・ザ・サンを発表。プロデューサーはチボマットのホンダ・ユカ。同年にホンダらチボマットのメンバーを従えた来日公演を行う。来日時に出演したフジテレビ系の音楽番組ラブラブ愛してるの1コーナープリプリプリティで篠原智人と友達になる。ショーンは自身のミドルネームにちなんだ。 ウルトラマンタロウのイラストを描いてみせ、僕の名前は、タロウですと、日本語で自己紹介している。後日、篠原は、ショーンのステージに、ゲスト参加した。その影響からか、ショーン自身何度か、シノラーか、ウサギ耳に、アニメの T シャツ、アクセサリー、可愛いデザインのゾマイナス3ギターなどしたこともある。翌年には、日本限定で、東芝 EMI より、 同作からのバージョン違いやリミックス、アウトテイクなどを集めたミニアルバム、ハーフホース、ハーフミュージシャンが発売された、もともとアメリカ国内向けに作られたプロモーションアルバムで発売用に8曲目を追加したもの。2001年にグランドロイヤルが閉鎖した後は、キャピトルレコードと新たに契約を交わしている。その後の活動は、 再びたアーティストの作品のゲスト参加が主となり、自身のソロ作品は長い間発表されなかった。2005年には、村上龍の同名小説が、原作の映画、コインロッカーベイビーズに、浅野忠信らと共に出演する予定であることが、日本のスポーツ紙に報道された。共同脚本にも参加している。しかし、現在に至るまで実現されていない。 2006年9月26日にアメリカで2作目のソロアルバムフレンドリーファイアが8年ぶりにリリースされる。その際、今となっては朝墓はだったがと前置きした上で自分が少年時代からのニルバーナファンでドラマーのデイブ・グロールにニルバーナに入れてくれと手紙にデモープを入れて頼んだことがあるのを明かした。返事は君の送ってくれた音楽をいつも聴いているけど フーファイターズという新バンドをやるのでできないというものだったが、新バンドができることに喜んだという。この方向がもし違ったら、自分の2枚目のアルバムができなかったかもしれないと語っている。2007年8月には、サマーソニック出演のため来日。ついで11月23日から30日には、東京、大阪、福岡のビルボードライブにて単独来日公演を、 行う予定であったが、本人の都合により中止となった。2008年5月から、ホンダフリードの CM に出演している。ちなみに、イボアニのジュリアン・レノンも1980年代に、ホンダの CM に出演したことがある。2009年、自身が主催する、レーベルキメラ・ミュージックを設立。9月より、小野陽子らと共に、陽子王のプラスチック王のバンドのバンド名義で活動。 日本に長期滞在し、鉄子の部屋などのテレビ番組に出演。11月には東京国際フォーラムでライブを行った。2013年、小山田敬吾に誘われて、広角機動隊アライズ第3話のエンディング曲に参加。日本のアニメが大好きで、すでに広角機動隊シリーズも見ていたという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。